さて、エクストラの旅からまたね、ちょっと一転して、ちょっとね、チャレンジモードを今進めてるんですけど、そのノーマルモードのチャレンジをね、進めてるんですが、残すところ一つ、120スフィアを集めないと、チャレンジできないのが一個残ってるみたいで、で、デンジャラスディナー、ここのステージ1と3でそれぞれ一個ずつ見落としがあるみたいなんで、ちょっとね、取りこぼしを、リベンジしていきたいところではあるんですが、どうだ、ノーマルモードなので結構回復はくれるはず。ただどういう経緯で取りこぼしたかに関してはあんまり覚えてない。なんか普通にさ、鍵がなんか一個、何、なんかね、足場の溶岩消さないとなんか運べないみたいな、なんかそういうところで確かね、一個ね、ちょっと取り損ねたで、リベンジができなかったとか、確かそんなんだったような気がするんで、どうなんだろうね。なんかウォーターのコピーを多分どっちかのステージで、まあ必須になってくるんだろうなみたいな、そういう感はあるんですが、進んでいきましょうか。今のところ結構ね、なんかノーマルモードやけど、なんかね、ちょっと割と敵がね、ちょっと多くて、あんまり回復もないかなみたいな、そんなところはあるんですが、さ、気をつけて進んで、で、そのトゲトゲをさ、ツンってして消してしまって、で、こっち、これさ、痛いです、そう。下向きの攻撃もできるね、ので、そういうブロックは壊してしまって、奥まで来ましたよと、今のところ、何？なんか、スフィア、1個目とかも別にない気がするが、トゲトゲがさ、ちょっと待って、トゲトゲがこっち来るのとさ、そう、ニードルがいたので、ちょ、ここをカチッと、カチッとすると、トゲトゲじゃないわ、岩がさ、落ちていてさ、で、大砲で発射です。ちょっとさ、またさ、岩来るよ。そう、逃げる。ちょ、どこまで来るかはわかんない。そこのさ、奥とかにさ、あ、待ってください。これさ、スイッチ。痛い、ちょ、待って。ちょっとさ、あの岩さ、ちょ、落とすの間に合わなかったよ。鍵がある。これさ、鍵をさ、持って、ワドルディみたいなやつがさ、いたんだけど、ここの鍵を持ってくることで、ここでスフィアが取れたはずですよと。で、これが多分1個目のはずなので、で、ここは戻ることができないので、さっきなんか回復みたいなのが落ちてたけど、あれは拾えないぞと。ただ、そう、今回のね、目的は、取りこぼしたスフィアを、全部解消するぞと、ああいう旅なので、ちょっとさ、敵がさ、結構いっぱい、あ、ちょっとさ、シャツとかさ、いてさ、ああ、出た！これさ、ボス&シャツをや、で、ウォーターガールボロスが、いるので、ま、中ボスはね、だいたいその直後のスフィア、取るのに必要になるぞと、いう感じなんですが、このさ、この水があれば、ただもらえるだけじゃなくて、シンプルにちょっと難かったぞっていう、確かね、そういう予感があるんですが、待って、そう、あとちょっとなんです。あと、痛いです。こっちもあとちょっとなんです。が、ここ倒すことで、なんか上のシャツも一緒にいなくなるんですね。で、このウォーターを持って、待って、これ波乗りで渡ります。波乗りで渡ります。で、ここ開きます。で、問題はこっからなんだよね。これどうしたらいいの？これさ、ウォーターがあれば、そこ行けます。え？これさ、ジュッてする。これさ、一個一個さ、先にもう消しとくのか、これ。ちょっと待って。ジュッてして、あ、ちょっとさ、ここもジュッとします。で、さ、熱くないよ。あ、え？今なんでそこさ、消えた？え？あ、これさ、こうやったらさ、ジュッてなるんか。ただ、え、これさ、壁にさ、接触するとさ、結局消えちゃうからさ、ここもさ、ジュッてしてさ、そう、ジュッてこれを、鍵を持って、こう行きますと。これ、どうなんだろうね。鍵持ったまんま、なんかジュッてする方法が、あったんかな？え、わかんない。これさ、なんかこういう動きとかしたらさ、なんか消えてたんかな？ちょっとさ、それさ、試したい。今の攻略法さ、多分合ってない気がする。
なんかズルしたよなみたいな、なんかそういう感じがせんでもないので、ちょっと見てみたいんですが、暑いです。え、消えないです。ちょっと待って、ということは違うのか。え、ザブン、ザブン。結局あれか、一個一個丁寧にジュッてしていくが正解やったのかな。なんかね、なんか本当にこれで合ってるみたいな。なんかいまいちさ、ちょっと待ってください。そのさ、敵がさ、ぐるぐる構えてるのちょっとまずいです。さ、今さ、やられそうなんだ。許してくれないかな。帰ります。帰ります。奥に進みます。で、スフィアは見落としなく来れたので、あとはこれを持っていくだけなんだけど、ここさ、ああ、そこさ、いいタイミングでお前出てくるのずるだよ。これさ、だってさ、ウォーター使ったらさ、そっち行けるぞっていうさ、ギミックじゃないの。ギミックだからさ、スイーってしたらさ、抜けていけるかなと思ったけど、古代王が来るよ。古代王はさ、リターン見送って、で、ウィップ痛いです。そう。そっちもさ、古代王出てくるよ。ちょ、見送って、で、待って、あの鳥さんの方がさ、ちょっと飛ぶの早い。ウィップで、あ、ちょ、ぐる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 、ちょっとトルネードがさ、ヨガに消えていった。で、そっちも古代ワが出てきて、で、こっちは、ここの先も古代ワが出てくるね。そう、一旦見ます。一旦見ました。ウィップです。ウィップです。で、そこにワンナップがあるらしいが、ここをさ、降りることはできないので、なんかウォーターとかでうまくそこのヨガ抜けてきてね、と。そういう感じみたいなんですが、熱い、そのさ、その攻撃ちょっとさ、ずるじゃん。なんですが、ハンバーガーいただいて、で、お肉ももらう。で、これさ、一旦オア出てくるよ。オア待って。ただ、今のハンバーガーとお肉でめちゃくちゃ回復したので、このままさ、こっち進んでいきましょう。進んでいく理由はね、あんまないけどさ、これさ、なんかさ、騙されたよね。開く。これは踏んでいいはず。で、これを踏んじゃうと、ウィンキーがさ、落ちるので、これさ、これ何したいんだっけ？あ、ブロックがさ、出てくる。で、これは出したまま。あ、これさ、今さ、開くとさ、ウィンキーがさ、あー。え、それさ、それってどうすんだっけ？ちょ、覚えてない。覚えてないけどさ、奥にさ、鍵があってさ、今のさ、取れなかったのさ、ワンナップはあるからさ、ちょっとなんか悔しいからさ、ちょっとリベンジしよう。ちょっと全部さ、帰りはもう全部踏んできます。踏んできますなんですけど、なんかあそこの扉で、ちょっとウィンキーの動きを止めないといけないっていうのはね、なんかあったような気がするんだけど、確か、うん、そこでタイミングを見てからだぞみたいな、そんな感じだったと思うんですが、ここさ、踏みます。で、ここ踏むとさ、まずいので、こことさ、ここ踏んどいてさ。で、ここでウィンキーが詰まるはず。ウィンキーどこ行った？あ、ウィンキー来た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 。で、詰まります。取れないよこれってなってるんですが、あー今さ、ガチで開いてさ、で、ウィンキーが来たのでさ、ちょっと待って、よく持ってきてくれたね。これはいただいていくぜ。ちょっと痛かったぜ。では、ナップもらって発射ですよと。いや、どうなんだろうね。エクストラでも、同じなのかな？それとも何か違う、なんかさ、こんなボタンなかったよみたいなボタンとか増えてたりするのかな。ちょっとその辺はね、なんかエクストラ編でのお楽しみといったところではあるんですが、今回はね、このスフィアを全部持って帰るぞと。そのスフィアを持って帰るまでがね、ちょ、スフィア回収の旅なので、ちょっとさ、次もゲットだぜ。ここさ、なんかめちゃくちゃ難かった記憶がある。そうさ、一回さ、スノーボール編集して、どっちがいいんだ？もうここはこんな感じで、マセルレッドで、できるんだけど、挟まるところが確かあったよね。なんか、ね、なんかそんな予感がさ、するんですが、ちょっと待って、そうさ、それもらいます。美味しいです。ダッシュせんかったら、そういう拾い方できんねや。で、ここがさ、こうでさ、今です！よし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 という感じでタイミングを見て、で、ここはさ、もうダッシュで抜けちゃうぞ、押して、こっちもさ、ダッシュで進んじゃうぞ、押して、で、ちょ、待って、ここもさ、待って、今さ、解放されるのは、あ、ちょっと、待って、え？
今です。ああ開いてる時間がさ、かなりさ短いからさ、挟まれてワンパンだよなんですが、ちょっとさ、進みたい。いや、せっかくやからさ、せっかくやからさ、そのルートをさ辿って進みたいよ。行くぜ。うーん、ここでたくさんスターもらって、まあこういう感じでね、スターはある程度もらえるので、多分残機は失わずにいけるんじゃないかなと思ってるんですが、どうでしょうか。わからないです、わからない。今です。よし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 、これでワンアップできる。で、ここダッシュで抜けて、ここもダッシュで抜けて、で、そこの壁でぶつかります。ちょっと待って、今です。よし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 。で、ここでもさ、お星さんめちゃもらえるぞ。で、残機は99までしかね、持てないので、そうね、全く意味はない。全く意味はないんですが、せっかくだからさ、ボーリングしてさ、どんどん進んで、あーつ、待って。今のさ、なんかタイミングどうだったの？わからない。わからないけどさ、火山を凍らせる、カビの氷。で、裂け目が出てきて、ここでさ、最後の2つのさ、スフィアを取って帰るまでなんですが、ここもね、入る意味は全くなかったのですが、ちょ、あー、待ってください。待ってください。ちょっとさ、雨が来るけどさ、これさ、突っ込んでいこう。あ、待って、そこのさ、ブロックにさ、ちょ、阻まれるのはさ、手強い。で、そうそうそう、思い出したんですけど、ガチャガチャすることで、頑張り吸い込みがちょっと早くなるぞ、という感じなので、ちょ、ガチャガチャをさ、今回はね、そう、何エクストラのダビとかもさ、進みつつさ、そういうさ、ちょっと増えた知識も活かして、危ないです。待って、待って、さ、こいつはさ、相手する必要あった？わかんない、わかんないけど、ここ崩して、で、ここガチャガチャして、崩す。で、こっちもさ、進みます。進みます。で、ここは、一回降りないといけない。降りて発射。ここもさ、待って。降りて発射。ちょっとさ、これさ、こいつ確かね、無視。え、無視でいいんだっけ？無視でいいよね。でもさ、ここまで来れたからさ、正解です。うわ、え？おー、すごい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 。そういうギミックだった。今ね、全く覚えてなくてびっくりした。おお、潰されないように。でさ、壁以外にもさ、そう、潰されるギミックがさ、こっちも潰されないように気をつけて、で、お肉美味しいです。お肉美味しいです。そして、ここどうすんだっけ？わかんない。わかんないけどさ。でも、それこそ、今日だ。うおー、こんなに大きい星はさ、見たことあるかい？最初見たぞ。待って！これさ、まず、あ、ダメをさ、扉を返してください。よし。で、まあ、壁からは逃げ切ったので、回復美味しいです。そして、スリップがね、謎のスリップがあるんですが、今回はさ、ノーマルモードやし、ちょっとコピーなしでさ、そう、星の力を見せてやろう。星結構強いからね。待って、熱っ、熱っ、そう、いいタイミングできたね。それはどうなるんだっけ、わかんないけどさ。あー、避けるのゾーンです。待って、それは、これ吸い込みチャンスです。今ぶつけます。待って、結構食らったぞ。一回避けます。おー、あそこのさ、そこの大砲がさ、めちゃくちゃいいコンボだった。で、でもあれですね、なんかその動きはなんかちょっと、ああ、ゆっくりな感じがせんでもない。あれは吸えないのか。うわー、今さ、カビがすげー速度でさ、落下した。待って、で、頑張り吸い込んで、吸い込んで、今ぶつけます。よしよしよし、これで体力半分ぐらい。それさ、まずいんじゃないこれ。ちょっとさ、あー、さ、あ、こっちは、まずい。待って、これはどうしてくるんだっけ、ここで見てます。は、社長のさ、タイミングがさ、よくわかっていないからさ、と、待って、今すごいました、今すごい、痛い痛い、ちょっと待って、僕はぶつけ、あー、いなくなった、あー、つい、ちょ、めっちゃ痛いんだけど、やられそう、まずい、まずいよ、今ガードしたけどさ、待って、これ吸い込みます、これ吐き出します、じゃあ、ちょっとさ、本体がさ、これはどうするんだっけ、わかんない、これくらい、いけ、あとちょっとか、まずい、まずい、今のは、どっち食らった？
多分あれかな。ちょっと吸い込み判定になってない方を多分食らっちゃったんだろうなと、いったところなんですが、これノーマルモードでもさ、結構なんか、手強かったね。なんか、手強かったねって言うとなんか、まるで勝ったかのような感じになりますが、ちょっとさ、そこのさ、そのさ、でかい大砲気をつけて。で、これは、これ、今は吸えない。まとってる間は吸えない。で、こうやって出てくると、今吸えるので、待って。こっち、あ、大丈夫です。こっちぶつけます。あーおー。待てよ。で、おお、普通に突っ込んできた。ちょっと待って、熱いです。そうさ、そうさ、そのコンボズルです。ペコってなって。まず、そうそうさ、攻撃優位のチャンスをさ、ください。ください。来た。あ、吸えない。待って、これでもさ、今追いかけろ。よし。今2個吸ってたからね。待って、こっちさ、こっち来てさ、ペコペコするのさ、こんくらい離れてれば大丈夫か。さすがにあれなのかな、なんか反対方向に逃げれば、食らわないぐらいの距離でさ、保てるぞみたいな、そんな感じなのかな。ちょっと待って、それはちょっとずつ配置です。ちょっとずつ配置、すごいました。あ、大丈夫です。見つけます。あとちょっとです。あと一発ぐらい。うわぁ、それは吸えない。それは吸えない。ちょっと待って。まず、そろそろさ、大砲が出てきそうで怖い。あ、つー、冷た。これ今ぶつけないです。キュイン吸い込んだ。これチャンス。今だー、よし。そう。これやった。そう、今ね、そうなんか、激闘すぎてさ、なんかさ、なんかめちゃくちゃいいものもらえると思ったけど、ここのソフィア持ってるからさ、別に取る必要ないんだった。なんですが、そうさ、回復もしたしさ、これさ、わかんない、なんかさ、なんだろうな、なんか、隠し部屋とかがさ、ここのステージとかもあるかなと思ったけど、なかったね。ただ、そう、ゴールゲーム。うおー、これちょっと低い。ちょっと低いです。ただ、スフィアはね、2個目だっけ?それかね、取れてなかったんですが、ここのステージも、これでコンプリートすることができましたよと。なんか普通にさ、エクストラから、一旦普通の世界に戻ってきてみたいな感じだったんですけど、さすがにさ、デンジャラスディナーだとさ、結構手強がいいね。